2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。今回は今年2018年12月、そろそろ最後になるという時期の投資ですね。今やっておりますのでお見せいたします。こちらですね、こちらがですね、1分足で分析しているバイナリーオプションですね。このようにですね、ちょっとボケるかな。で、左上の方ですね、勝率60.7%、実質85.7%、14回勝利、これが GBP AUD ですね。あと、CHF JPY というのがありますね。これが65.7%、実質92.3%、13回投資してます。で、このシグナルとですね、こちら5分足のバイナリーオプションですね。これは5分足で分析するバイナリーオプションの、15分のバイナリーオプションのインジケーターです。価格1時間から1日といろいろ調整できます。でですね、こちらは1ヶ月間の分析ですけど、1つ65.7%、実質92.3%3%というユーロ AUD というのが出てますね。それに対してこちらの方でね、シグナルがすぐ打てるようにしてます。ね。まだですね、シグナルの方、2時1分ですね、12月27日目標ですけど、シグナルの方は午後ですけど、まだ1回も出てません、今日ね。今日からですね。で、ちょっとやって、また休みになります。これは2つの通貨が出てるんですね。まあ、これはまあこうでしょうけども。まあ、勝率60%と65%なんで厳しいですね。これ65%ですね。どうなんでしょうかね。まあ、シグナルが来たらそのまま即打っていく、1個ずつ打っていきます。いいシグナルが出ましたね。これだけど1ヶ月間で13回しかないですね。35日間です、なってますけど。こちらは2つの通貨ですね。これもう1個出てきますけどね。まあ、そんな感じですかね。月火水休みでしたからね。来週から2000円ずつに増やしていく、来月から2000円ずつに増やしていきたいと思いますけど、資金をね。どうでしょうかね。まだか無理かなという。
このようにね分析してますけども、どうでしょうか。そういうことですね。まあ、熊は監視してまして、徐々に1000円から資金を増やしていきますけど、勝てるようでしたらね、そうやって資金を増やしていきます。今のところ20勝11敗ですね。20勝11敗で勝ち越してますけども、このままの調子だといいんですけどね、1000円ずつなんでね、もうちょっと経ったら来年から2000円ぐらいずつにしていきたいと思いますけど。